自分舐めてる。なんだよ。おい、来てる。おい、来た。舐めないで。こっち見ろ。舐めんなよ。私の番よ。よい、まあ。やんのか。よし、行くぞ。絶対負けない。やんのか。仕留める。なめない。俺の番ね。おい、どうしたどうした。よし。俺の番だな。調子いいみたい。待てよ。なんかもう君殺したい。殺しちゃねえぞ。よし。ザコ、なめんなよ。やんのか。俺の番ね。逃げるなら今のうちだ。俺の番か。かかってこいよ。ダッグ。足立さん、この辺ってもう、ああ、すでにコミジュルの島だ。ヤバそうな空気だ。ちょっと何、そんな深刻そうな声出さないでよ。なあ、ちょっと待った。あ、誰あれ。こんな暗い夜にサングラスか。でもいい女だな。まあ確かにモデルみてえだ。あの手の女は性格悪いのが多いわよ。美人ってのはそれなりに一癖あるもんさ。それも魅力なんじゃねえか。何その変な理屈。ちょっと
聞こえてるわよ。誰なんだ、まさかコミジョルの人間か。うん、わかんねえよ。よし、聞いてみるしかねえな。おい、カズカ。いや、どうも。俺の名前は、こんばんは、カズが一番と愉快な仲間たち。俺らのことは承知ってことかい。ええ、もちろん。もちろん、と来たか。みんな、危ない人じゃねえみてえだぞ。つまり、あんたコミジュルの人間だよな。そうね。え？どこが危なくないのよ。まあまあ、じゃあ俺らがここに来た要件も分かってんの？ラオマーがソープの店長を殺したと示す証拠、それがご希望の品でしょ。あるの？そんなものが。多分ね。案内するわ。トントン拍子じゃないの。まあそうだな、美人に根っからの悪党はいねえんだよ。そのスケベ根性、いつか絶対ひどい目に遭うわよ。こっちよ、ついてきて。あのさ俺ら少し前にコミジュルの人たちと揉めたことがあるんだけど。へえ。スナックの人たちに頼まれて、ほら、東電の件で。もう済んだ話でしょ。え、そう？いや、それならいいんだけどさそんなに怖がらないで。怖がるってあれ、そんな風に見えちゃってる？大丈夫よ。でも怖がってる顔もなかなか可愛いわよ。そう？まあたまに言われるんだけどさどいつもこいつもだらしないいくら。なんかずっと人気がないよな、この辺って。カズが、俺はこんな奥まで来たことねえ。ここらはもう完全にコミジュルの懐の中だ。なあ、そんな気がするな。私ももう引き返せねえってことか。どうしたの？ひそひそ話なんかして。ああ、なんでもないんだよ、失礼。気が進まないなら帰ってもいいわよ。別に無理にとは言わない。よく言うわ。私たちにはもう選択肢がないって。それも分かってるんでしょ。意地悪なこと言わないでよ。そうね。じゃあさっさと行きましょうよ。分かったわ。なんか女の戦い？おっかねえな。開けてみるか。開いたぜ。何これ、めっちゃすごい。知って
カスが。コミジュルは韓国語で蜘蛛の巣って意味らしい。なるほど、納得だね。てかこんなに電線引き込む意味って何なんだ。ご希望の品はこの一番上よ。おっと、何、何なの。脅かすなよ、たかがゴキブリじゃねえか。俺ん家で見るのよりやけにでかかったからつい。なあみんな、もっと驚くことがあるぜ。え、女が消えた。え、バカ野郎、一番なんで目離したんだよ。あんたもだろ。おい静かにしろって。誰かいるぞ。あ、出た、ボウガンだ。コミジュルのやつか。どう見ても歓迎されちゃいねえな。気持ち悪いおめかぶりやがって。なんだよ、ボウガン一本でもう終わりかい。何も言われえのか。なら次はこっちから行くぜ。逃げるなら今のうちだぞ。なめんなよ、俺の番だな。おにゃ、おじいぼぬがにゃ。ザコ、やってやるぞ。俺の番か。ちょっと、おい、おう、ああ、私の番よ。
開けてみるか。やったぜ。いくらでも戦えど。開けてみるか。開いたぜ。
渡り切ってやったぜ。生きた心地がしなかった。生きてるのが奇跡だ。スカートの中見えなかったかしら。命よりパンツの心配かよ。ここにいたか。見つけたぜ。どこに逃げやがる。ここか。いねえな。上がる。いねえな。ここにいたか。
開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。腰が張るぜ。開けてみるか。やったぜ。虫が顔に当たってな。たく、驚かせやがって。それはこっちのセリフなんだけど。開けてみるか。開いたぜ。
おい。おい。ああ。いいですね、皆さん。お見事でした。お前。ご無礼いたしました。お許しいただけますか。マブチの牢で俺らを助けてくれた。覚えていていただけましたか。嬉しいですね。こないだは助けてくれて、今回は襲ってか。こちらにも事情がございまして申し訳ございません。何こいつ、嫌なやつ。ん？イケメンだって褒めてたろ。イケメンだけど、あいつは嫌い。私はコミジュルの参謀を務めております、ハン・ジュンギと申します。ハン・ジュンギ、なんでお仲間に俺らを襲わせたんだ。改めてあなた方のお手並みを拝見したかったもので、彼らにも決して殺すなと念を押しておいたんですがね。だんだん本気になっていくんで、正直ヒヤヒヤしましたよ。笑わせんな。もっと本気出してもらってよかったんだぜ。で、俺らの実力は分かってくれたってか。ええ、あなた方はお強い。でも私一人で十分抑え込める程度かと判断しました。なんだと。そちらのご用件は承知しています。理解が追いついていないでしょうが、なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ。そのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げます。まどろっこしいな。シンプルに言ってくれ、時間がねえんだよ。大事なことですからね、しっかり理解していただかないと困ります。だからバカにでも分かるようにお話しさせていただくつもりです。あくまで親切心からですよ。それで煽ってるつもりかい。バカで結構。俺のことどう思おうと、こっちはへとも思わねえ。個人的には好きですよ、あなたみたいな人。ではどうぞこちらへ。完全に舐められてるな、俺ら。言わしときゃいいんだ。ほんとムカつくイケメンよね。美人もイケメンも癖が強いのが多いね。まったくね。その点みんなはいいよね。どういう意味だ。なんでもない。コミジュル以外でここに入った人間はほとんど記憶にありません。あなた方は特別な客です。ですからもっと喜んでくれてもいいんですよ。これが偉人町における我々のしのぎです。町の防犯映像、潜伏しているコミジル構成員の隠し撮り映像、その他さまざまなカメラを覗き見できるようになっています。ですがこれだけの情報システムです。維持するにはここの自家発電だけでは賄いきれません。そんなわけで
町中から盗電してるわけか。ええ、お察しの通りです。異人町において我々は比較的に新参者でしてね、青龍会やハンピン・リューマンとの島争いに遅れを取り、そのおこぼれに預かったのがここコミジュルというわけです。ああ、我々はこれらの映像から導き出される情報を商品として、そして武器として自分たちの身を守っています。身を守っている？コミジュルの勢力は青龍会やハンピン・リューマンほど大きくはありません。真っ向勝負の戦争となれば勝ち目はないでしょう。ですから彼らを適度に敵対させて均衡を保たせるバランサーでいることが我々が生き残るための戦略となったのです。バランサー？どういうことだ？例えばもしハンピン・リューマンの誰かが青龍会の島に手を出したなら、我々は即座にその情報を青龍会に流します。均衡を崩そうと動いた個人の情報を徹底的に調べ上げ、その友人家族の居所も敵対組織に渡すのです。そういう活動する我々の存在によって起きた火種も小さな段階で鎮火できます。また新たな火種の抑制にもつながります。つまり横浜は3つの組織の三すくみ状態というよりは、2つの大きな組織とその間を取り持つ情報組織で成り立っているのか。だからバランサーか。そういうことです。ハンピン・リューマンも青龍会も我々には感謝しているはずですよ。感謝状をいただいたことはありませんがね。ちなみにもし火種を起こした人間がいたとして、その始末もコミジュルがやるのか？ケースバイケースですが、我々が手を下すケースが多いですね。そして少々痛い目に遭っていただくこともあれば、この世から消えていただくこともあります。あくまでビジネスとしての活動ですがね。じゃあもしかしてマブチももう始末したってことかい？ラオマーはまだご存命です。ですが、あちらのモニターを。え？乙姫ランドの店長の死亡推定時刻、その直前の店先が映っています。ラオマーとその一味の姿も。おお、これはまさに動かぬ証拠だ。俺らはこいつを探してたんだ。もちろん承知してますよ。今の映像を見ればマブチは黒、ハンピン・リューマンの長もそう納得するでしょう。は？しかしすぐにはお渡しできません。あなた方にはまだお目にかけたいものがあります。どういうことだ？ご覧になればわかりますよ。なんか雲行きが怪しくなってきたか。しょぼくれた声出すなって。頼むぜ相棒。近くまで行ってもらって結構ですよ。偽札、エンド偽札だ。
また偽札？いや、真淵のとは別口か。どうなってんだ。ラオマーの偽札とは出来が違うわよ。あっちは所詮マフィアの一時しのぎ。少し見れば仕事の雑さが透けて見えちゃう。でもこっちはミクロ単位まで正確に複写する最新の印刷システムで作ってるの。もう会えないかと思ったぜ。寂しかった？いい女が急に消えりゃそりゃ寂しいってもんだ。私もちょっと準備する必要があったの。化粧でも直してたってのか。やっぱりあなた面白いわね。いい感じだわ。ちょっと、ごたくはいいから話を進めてよ。あんた誰なのよ。少し言葉を慎んでいただけませんか。いいのよ。じゃあご紹介差し上げましょうか。はい。何なの。皆さん、こちらはソンヒ、我がコミジュルの総帥です。総帥？この姉ちゃんが？コミジュルのボスは女？マブチの倉庫で妙な紙の束を見たでしょ。箱に詰められた白紙の束。白紙の束、箱に詰められた。ああ、見たよ。あれはとても特殊な紙なの。大陸の工場で成分を調合されて生成されたものをハンピン・リューマンが取り寄せてる。中国で作られてんのか。なるほどね。そしてここで作られてる日本円も同じ紙なのよ。え？じゃああんたらはハンピン・リューマンの倉庫からあの紙を盗んで日本円を。盗んでないわよ。あの紙はもともとここで日本円を作るためにコミジュルが用意させたものなんだから。あ？どういうことだ。まずコミジュルが日本円を作るために紙の製造をハンピン・リューマンに依頼する。出来上がった紙は一旦マブチの倉庫に届く。そしてハンピン・リューマンの人間がここに届けてるという流れよ。ハンピン・リューマンの誰に依頼して誰がコミジュルに届けてくれてるんだ。全てハンピン・リューマンのトップ、チョウよ。じゃあチョウはそれを知ってるんだな。もちろんよ。チョウに黙ってそんなことできやしないわ。あの紙は日本円の偽札の材料。じゃあ人民元の方はどうなんだ。あれもコミジュルのビジネスなのか。それともやっぱりハンピン・リューマンの。そのどちらでもない。え？あれは言うならハプニングね。マブチの部下がある日倉庫に見たことない紙が大量にあるのを見つけたのよ。その男はかつては偽札ビジネスを生業にしていた人間だったの。そしてマブチに提案した。あの紙を少し加工すれば精度の高い人民元が作れるってね。マブチはその話に乗ったってまでよ。マブチが考えたんじゃねえってことか。よその人間をどうこう言うのは気が引けるけど、マブチはそんなに頭の切れる人間じゃないわよ。いい部下を持ってラッキーだったのは事実かもね。チョウはマブチが人民元を作ってるの知ってんのか。あんたから教えてやんなかったのか。教えたわよ。でもチョウはすでに知ってたわ。でも見て見ぬふりよ。だって人民元の製造をやめるように指示したとして、紙の使い道を部下に聞かれたらチョウだって説明に困る。ましてや日本円製造ビジネスはお金になるから超もやめたくはない。それにマブチの会社の維持のため、部下の生活のために人民元が使われてるなら多少は目をつむる。それが超の判断なんでしょう。じゃあマブチは同じ紙で日本円が作られてることは当然知らないわよ。しかし知らないこととはいえもったいないことしてくれるよね。あの紙は円をするための特注品、
オーダーメイドなのに。オーダーメイド知ってる？縁の紙は三つまたった植物から作られるの。ただし他の原料や配合、そして製造方法は日本の国家機密なのよね。あの手触りはそうそう再現できないってわけ。じゃあなんであんたにそれが作れるんだ？ある筋からその情報は漏れていた。もう何十年も前に。何十年も前？そんな話警察でも聞いたことねえぞ。でしょうね。あなたじゃまだ若すぎるもん。え？ああ、いや意外と若くもねえんだな。真に受けてんじゃないっつも。そう。だからほとんど誰も知らないはずのその偽札を。なんであなたは持っているの？一番。お。やっぱりこの万札はこの場所から漏れたエラー品ね。どこにも存在してはいけないはずのもの。あなたはどこからこれを？我々の監視システムはあなたがこの町に現れた時からの様子をずっと捉えていました。当然その偽札を手にしているお姿もです。ですからゆっくり話を聞かせていただきましょう。我々はようやくその機会を得た。まった。事情は分かったがよ、そいつは俺にも何なのか分かんねえんだ。本当に何も知らないの？本当だ。私が撃てないと思って舐めてるの？いや、やるときゃやる人だって思うぜ。念のために聞いてみたのよ。あなたが映っているここ数日の映像は全部調べさせた。でもあなたはその偽札が何かまるで分かってないみたいだし、そもそもこの土地へ来た時には撃たれて死にかけてたわよね。知ってんじゃねえか。つまりあんたにはここに来た特別な目的があるようには見えない。まあそんなに頭も良さそうじゃないしね。もっと言い方ってもんがあんだろ。でもお前は違うな。なんぼ！俺が何だって言うんだ。お前が偉人町に現れたのは半年前。ホームレス街からよくこの建物を盗み見してた。他のホームレス仲間には目もくれずに。いつの間にそんな写真を？なのに偽札を持っていた春日一番とだけは急につるむようになった。なんでだ？難波は村長に俺を手当てするように言われて。それで？じゃあナイチンゲール症候群？看護師が患者に惚れちゃう？あれ違うだろう。お前はこの偽札がコミジルのものだと知っていたな。どうなんだ答えだ。ナンバー、まだ総帥が話し中だ。黙ってちゃ話が進まないよ。お前は誰なの？難波優、41歳、元看護師。あのね、そういうことを聞いてるんじゃ。秋葉翔一は俺の弟だ。え？秋葉翔一？フリー記者の。秋葉はペンネームで、本名は難波翔一だ。
秋葉翔一はあんたの弟。よ、待てや。何の話してんだ。半年くらい前、どっからか偽札のことを嗅ぎつけたフリーの記者がいたんだよ。その名前が秋葉翔一。ところが偉人帳に入り込んで数日後、どこかに消えた。どこかに消えた。とぼけんじゃねえ。その消える直前に俺は弟から連絡を受けてた。あいつは自分が監視されてるらしいって言ってた。コミジロの連中にな。お前ら、あいつを、弟をどこにやった。そうか、消えた弟を探してお前はこの町に。偉人町には肉の壁があると聞かされてた。よそ者がその内側に入り込むことはできねえともな。だから俺はホームレスに化けて彼らのねぐらに潜り込んだ。あそこからならコミジロを近くから監視することもできると考えて。そうだ。でもずっと何の糸口もつかめずにいた。お前が来るまではな。一番お前は変な札を持っていた。俺はすぐに気づいた。これは弟が追っていた偽札だってな。やっと掴んだ手がかりだ。その瞬間から俺は絶対にお前から離れずに追ってやろう。そして偽札を入手した流れから弟の手がかりを聞き出してやると決めたんだ。でも蓋を開けてみりゃ、俺以上にお前は何もしやしなかった。笑っちまうよな。そうだったのか。まあ、お前は嘘がつける男じゃねえってことくらい分かってるさ。偽札のことを何も知らねえんじゃ、これ以上つるむ理由もねえ。俺はよ、近いうちにお前の前からドロンと消えるつもりだったんだ。だってよ、だってしょうがねえだろ。ナンバー。でもこんなことになるなんて。すまん一番。すまんみんな。なんちゃん。
俺の弟をどうした？殺したのか？弟は生きてんのか？死んでんのか？それくらい教えろ。教えてくれたら俺はどうなっても構わねえ。でも一番たちは関係ねえ。俺を殺してもこいつらだけは助けてやってくれ。頼む。紛れ込んでいたネズミは彼一人だけだったみたいね。ひとまずあなたたちは客人扱いにする。蝶にも気に入られてるみたいだしね。よ、ちょっと待て。どこへ連れて行く気だ？俺らの仲間を。仲間？あなた今の話は聞いてたでしょ。あの男は自分の損得感情であんたを騙してたのよ。出会った最初からね。そんな人間を仲間って呼ぶの？なあ、そうだな。俺がナンバを仲間って簡単に呼ぶのは違うのかもな。やっとわかったの？勘違いすんな。あいつは俺にとって仲間以上の人間だって言ってんだよ。なんだって？俺はここに流れ着いた時、あいつに手当てされなきゃ死んでたんだ。ナンバーはな、俺の命の恩人なんだ。俺は命の恩人に仲間にしてもらった立場なんだよ。ナンバの目的は行方不明の弟さんを見つけ出すことだ。親兄弟の心配をすることが損得感情だとは俺は全然思わねえ。あんたらよりもあいつの方がよっぽど筋の通った生き方してるぜ。忘れんなよ。さっきよ、一人で俺らを止められるとか言ってたな。この何してんの？人を集めな。やれるもんならやってみろや。さっきの言葉証明してみせましょう。どうしようかな。今までよく生きてこられたものだ。してみろ。やっ、あ、よし、私に勝てますかね。見てなさい、みんな。ザコ、俺の番だな。その程度で自慢されても困ります。よし、ん、見せてやるよ。セーラー、くれ。俺の番か。皆さん、うるさいですね。なめんなよ。くれ、眠れ。ぶっ飛ばしてやる。よし、行くぞ。怪我します。うらっ、うん、はっ、しびれが。俺の番だな。
りしましたね。セールや仕留める。なめんなよ。俺の番か。やるもんですね。逃げるぜナンバー。一番立てナンバー、すぐ新たが来るぞ。頑張って。くそ、やってやるよ。やってくれたね、カスは一番。可愛げのあるバカだと思ってたの。俺もあんたは腕っぷしの強いべっぴんさんかと思ってたんだけどな。結局とんでもないお人よしの厄介者だったわね。結局あんただってとんでもないドSのアバズレだろう。そういうとこが妙に可愛いんだけどね。始末するのがもったいなくなっちまうじゃないか。いや、みったらしい。お世辞はいらねえよ。どきな、昭和の女。出ないと痛い目見るよ。修行とサンゴロフス、ちょいったんのキジマ。そっちにらまる。おいよ。頑張ります。ザクラニャ。ぶっ飛ばして。ほら来いよ。てよ。舐めると。よし、二軒死んで見せよ。死に固まったね。やめてみる。やめる。よし、行くぞ。バカみたいだよ。どうするかね。目指してますよ。ぶっ飛ばしてやる。ほら来いよ。待って。はっ。私の番ね。よし、もう出来上がるやな。成長を感じます。一気がまりゃ。くそ。よ、ナンバ。なんだ。体のしびれはもう動けそうか。なんとかな。大丈夫だ。なら時間を稼いでやる。動けるうちにあんた行け。でも悩んだら暇はねえ。行け。でもお前らなんとかする。それにあんたが生き残ってなきゃ、トトさんの行方は誰が追うんだ。俺は弟を探すために、それを隠してお前らを巻き込んで。あんたは命の恩人なんだ。もし弟さんを探してることを最初から知ってても、俺はあんたに加勢してたぜ。
結果は同じだ。俺はそんなにケツの穴の小さい男じゃねえよ。気にすんな一番。でもみんなをほっといて俺だけ。俺だってケツの穴は小さくない。私だってケツ。っていうか気持ちは同じだっての。足立さん、さっちゃん、本当にいいのか一番。しつけ。早く行け。すまねえ。いや、ちょっと行かせねえよ。逃げたやつなんてほっといて、もっと俺らと遊ぼうぜ、孫一さんよ。貴様ら、そんなに怒るとストレスで老け込むぜ。やっぱ女はおしとやかなのが一番じゃねえか。ヒステリックなのは男受け悪いよ、サンヒおばちゃん。この私にふざけた口を聞くな。容赦しねえぞ。頑張ります。やめんな。強くなった気がするぜ。お前たちの力を見誤っていたよ、春日一番。なら今日はもうこんなとこにしとかねえか。それは彼の報告次第だよ。何？ハン・ジュンギ、まだやんのか。あらった、ナンバヌ、イジンチョエソ、パンデシチャバ。ソンヒ、ナンバは取り逃がしたとのことです。ソンヒ。くそ。やったね。お前たちは、自分が何をしでかしたのか分かっていない。殺されそうだった仲間を助けた。俺らがやったのはそれだけだぜ。我々の偽札が外に知れれば、偉人帳は無種の血となり、瓦解するんだ。瓦解？偽札の件が原因で町が崩壊するってことか。へえ。でもそれってクリーンな町になるってことでしょ？いいことじゃん。簡単に言うんじゃない。町の秩序、機能、その全てが崩壊するんだ。それは絶対に許されることじゃない。じゃあそれを防ぐためにあんた、ナンバーを探し続けるつもりか。当たり前だ。ナンバーはまだ肉の壁から逃げ切れてはいないはず。コミジュルが全力を挙げて。
必ず奴を見つけ出す。見つけてどうする？もちろん殺す。どうしても？当たり前だ。じゃ俺らもやるしかねえな。何をだ？あんたらがナンバを狙い続ける限り俺らもナンバを助け続ける。じゃあとはお互いの根比べだ。どっちが先に値を上げるか楽しみだな。ふざけるな。ふざけちゃいねえよ。本気だぜ。そろそろ俺の性格も分かってるはずだろう。まったく、なんて野郎だ。そうムキにならねえでよ。ナンバのことは見逃してやっちゃもらえねえか。あいつは余計なことをあちこちに言ったりしねえさ。それはもう私の一存では決めかねるな。はあ？あんたコミジュルのトップだろ。あんたが決めてくれさえすりゃ。カスマ。はあ？今夜2時中華街の平安楼本店に来い。そこでお前たちに会わせたい人間がいる。ナンバを生かすも殺すもその人間次第。なんだと？遅れるなよ。平安楼で何があるってんだ？さあな、俺に分かるわけねえだろ。足立さん、夜中の2時までならまだ時間あるよ。ああ、ならそれまでに調べときたいことがある。何？ナンバーホームレスになりすまして半年間コミジュルを探ってた、そういう話だったよな。うん、孫悲はそう言ってたな。ホームレス街のねぐらにまだナンバーの荷物が残ってるはずだ。そいつを調べたいんだ。何か手がかりが残っていればコミジュルより先にあいつを見つけられるかもしんねえ。ホームレス街か。サイコも連れてくのか？ちょっと今さら何言ってんの。私も行くに決まってるでしょ。
喧嘩ってのか。いいじゃん、最後しろよ。頑張ります。なめんな。ほら来いよ。とりゃ。俺の番だな。どうしようかな。はあ、どうした。怪我しますよ。よし、行くぞ。ほら、大丈夫かい。ほら、かかってこいよ。頑張ります。ザコが、ほらほら、ほら来いよ。やるか。かかってきなよ。飛ばしてやる。とりあえず。私に勝てますかね。よし。ほらほら、こっち見ろ。
調子乗ってんじゃねえぞ。頑張ります。何する、とりあえず。よし、いざ。ここにいたかい。任務完了。やりましたね。町の平和を頼む。どうも春日さん。町の平和を頼む。
まで。それでは。お、あの、ちょっと。おい、ねえ、うん、おう、
そうか。いいよ。
ちらまで行く。それでは出発いたします。